皆様、こんにちは。ただいまより、がんゲノムのセッションを開始いたします。私は司会を務めます、NPO 法人キャンサーネットジャパンの池田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。がんゲノム、ゲノム医療の現状と将来について。ご講演いただきますのは、島根大学医学部附属病院先端がん治療センター教授の田村健二先生です。田村先生のプロフィールは、ジャパンキャンサーフォーラムのウェブサイトをご覧ください。それでは、田村先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。本日は、がんゲノム医療のですね、現状と将来についてお話ししたいと思います。まずですね、このスライドからお話をいたします。現在のがん治療っていうのは、二つの側面があるというふうに考えています。一つはですね、今日お話しするような、がんの遺伝子を調べて、その治療に生かしてやろうというがんゲノム医療ですね。これに関しては、日本全国で、がんゲノム中核拠点病院、あるいは拠点病院、連携病院という病院を指定してですね、各県でこれが行える体制を整備しておりますし、例えば、肺がんにおける遺伝子異常をいろいろ見つけてですね、それを治療に生かしていくこと、後でご説明しますが、こういうバスケットスタイルと言いますが、遺伝子の異常に従ったですね、それに適応するような臨床試験、治験に組み入れていくという、こういう非常に新しい展開があります。一方ですね、高齢者、高齢化社会になってきております。ここには女性の平均寿命の国際比較を示しておりますが、ロシア、中国、アメリカなどに比べてですね、日本は世界でも一番長生きする、寿命が長い国の一つでありますし、女性が男性より長生きするということを考えればですね、世界においてもこのがん医療の高齢化ということは今後問題になってくるんだろうというふうに思います。で、今日は、がんゲノム医療ということなので、まず遺伝子とは何かということから頭を整理していきましょう。遺伝子とは何かということをですね、例えば辞書で引きますと、遺伝子は個々の表現形質に対応する原因となる因子を表すと書いてますが、これではですね、なんか分かったようで分からないような感じがするのではないかと思います。で、ポイントはですね、この DNA、mRNA と書きますが、メッセンジャー RNA、タンパク質と、この流れを覚えていただければ十分です。DNA という言葉は聞いたことがあると思いますが、我々が持っている遺伝子のことを DNA と言いますね。で、この DNA というものは、メッセンジャー RNA というものに転写をされます。で、メッセンジャー RNA は、タンパク質に翻訳をされます。で、翻訳されたタンパク質がですね、私たちの体を構成したり、いわゆる各種酵素として働くわけですね。で、この流れを、まず覚えていただきたいというふうに思います。で、ゲノムとは何でしょうかと。で、1920年にですね、ハンブルグ大学のハンス・ビンカー教授というのが、提唱したものと言われています。ゲノムというのは、ジーン、遺伝子という言葉とですね、クロモソーム、染色体というものを組み合わせた言葉と言われています。このオームっていうのがですね、何々の全体を表すということなので、遺伝子全体を表すということでゲノムという説もあります。いずれにしてもですね、ここにあります、人の染色体クロモゾムとか、先ほどご説明した DNA ですね。二重らせんの DNA。こういったもの全体を意味するのが、ゲノムと言われています。DNA をもうちょっと詳しく申しますと、DNA というのは二重らせん構造をしていますけれども、そこにはですね、アデニン、グアニン、シトシン、チミンという塩基配列があって、それが対になってですね、この二重らせんを作っています。で、この塩基の配列3個をですね、
コドンと言いますが、この特定のコドンから特定のアミノ酸をコードするということが知られています。いわゆる先ほど言いましたように DNA はメッセンジャー RNA になり、タンパクになっていきますので、その大元のですね、地図というふうに理解していただければと思います。じゃあ少し話題を変えて、がんとゲノムということで、がんになりやすさっていうのは、なんで決まるのかというスライドを示したいと思います。縦軸がですね、ある年齢までに、そのがんになる確率ということで 100% までを示しています。横軸にね、A さん、B さん、C さん、D さん、E さん、F さんというのがおります。で、ここに赤い枠が示してますが、だいたい 30% ぐらいですかね。これがだいたいある年齢までに、例えば70歳までにがんになる平均3割ぐらいの人はがんになりますよというふうに考えていただければと思います。で、棒が示してありますけれども、この青がですね、生活習慣、環境因子によるもの、それから緑が遺伝的素因とされています。例えば C さんですね、この人は平均よりもがんになりやすそうですけれども、このブルーのバーが多いですね、生活習慣とか環境因子が多いようですね。この方は女性ですけれども、タバコをよく吸ってらっしゃるように、この漫画では書いてあります。すなわち、喫煙することによって、肺がんとか、舌がんとか、食道がんとか、頭頸部がんのリスク、確率、なる確率が高まっているという感じでしょうかね。E さんですね。この人は少し遺伝的な素因がありますが、この生活習慣、環境因子によって癌になる確率は極めて少なそうですね。平均以下ですもんね、全体としても。この人は運動習慣があって、食事にも気をつけてて、サプリメントも取ってるんですね。問題は F さんですね。F さんは、もうこの遺伝的素因というところでですね、他の人より圧倒的に癌になりやすいというふうな感じです。まあ、このようにですね、癌のなりやすさっていうのは、こういう遺伝的素因と、それから生まれた後の生活習慣、環境因子、二つの側面があって、特に遺伝的素因でですね、癌になりやすい人には、遺伝のカウンセリングが必要だということを覚えておいていただきたいと思います。それで、遺伝子と遺伝するっていうのは一緒かっていうことですね。このスライドのタイトルに、遺伝子の異常は、すべて遺伝するわけではない。なんか禅問答みたいな言葉がありますが、よく私患者さんにですね、あなた遺伝子の検査をしてみましょうと言うと、それっていうのは子供にうつるんでしょうかという質問を受けますけれども、答えは子供にうつるような遺伝子の異常もあれば、子供には全くうつらない遺伝子の異常もあるということです。言葉としてはですね、この遺伝子の異常は変異と言いますけれども、体細胞変異というのはですね、これは子供にはうつる異常ではありません。ただ、肺細胞変異というのは、親から受け継がれるような遺伝子異常であります。この体細胞変異と肺細胞変異の2種類があるということであります。今日話すですね、ゲノムの検査、がんゲノム医療は、多くは体細胞変異で、子供にうつるような変異ではないんですが、一部肺細胞変異、子供にうつるものも含まれています。体細胞変異はですね、生まれた後に、遺伝子に変異が起こって癌になってしまうということなので、癌の個性ですね、これを知るために調べるものであります。で、体細胞変異は繰り返しますけども、遺伝はいたしません。で、検査としては癌細胞を採取して検査することになります。一方で肺細胞変異というのは、親からですね、この遺伝子異常を受け継ぐわけですから、正常細胞にも癌細胞にももう生まれた時からこういった遺伝子異常を持っているということであります。まあ、個人の体質を知るような形になりますし、これがまさに遺伝する遺伝子異常になります。まず、頻度の少ないこの肺細胞変異ですね、遺伝する遺伝子異常について、2つぐらい疾患を述べたいと思います。遺伝性腫瘍のお話です。
遺伝性腫瘍の一つはですね、家族性大腸腺腫瘍というのがあります。これは、上染色体優性遺伝という遺伝子形式で、先ほど言いました胚細胞変異なんですね。胚細胞変異というのは親から受け継ぐ。APC という遺伝子異常ですね、親から受け継ぐんですね。で、親がこの家族性大腸腺腫瘍だと、子供は遺伝子異常を受け継いでですね、2分の1の確率で発症してしまいます。で、こういう遺伝子異常を持っている人はですね、大腸のポリープが10歳ぐらいからわーっと発生し、ここに写真がありますが、大腸がんも普通はかからないような20代から多く発症するような、こういう家族性の大腸腺腫瘍という病気になります。もう一つですね、最近よく話題になっている遺伝性腫瘍としましては、遺伝性乳がん卵巣がん症候群というのがあります。エッジボック症候群とも言われますね。これも上染色体優性遺伝で、胚細胞変異でありますので、親から受け継がれる遺伝子異常です。BRCA1、BRCA2、まあ、BRCA1、BRCA2 とも言いますが、こういう遺伝子異常をですね、親から受け継ぐとですね、この遺伝子異常を親、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんから受け継いできますとですね、ここに家系がありますが、一つの家系に乳がんとか卵巣がんが多発するということです。まあ、最近の研究では、遺伝性のですね、前立腺がんとか膵臓がんにも関係していると言われています。なので私たちが患者さんにですね、ご家族に乳がん、卵巣がんの方おられますかって聞くのは、まあ、こういう疾患でないかということを、まあ、聞くために聞いているということであります。で、こういう BRCA の異常を親から受け継ぎますと、そういう遺伝子がない普通の人に比べてですね、50歳までに乳がんになるリスクや、70歳までに乳がんや卵巣がんになるリスクは非常に高くなります。最近の話題としてはですね、こういう患者さんは、通常右の乳がんだったら、右の乳房を切除するだけではあるんですけど、非常にな頻度でですね、反対側の乳房にも乳がんができるということで、予防的に反対の正常の乳房を切除したり、正常の卵巣を摘出するようなことがありまして、これが昨年保険適用になっています。また後でも話題に触れますが、パープ阻害剤というタイプの薬がですね、この遺伝性乳がん卵巣がん症候群 BRCA の胚細胞変異がある人には効くので、これも保険適用になっています。で、ここまでがですね、胚細胞性変異という親から引き継ぐ遺伝子の変異ですけれども、ここからは体細胞変異の話をします。これは親から引き継がれずですね、生まれた後にですね、正常細胞に生じて癌化するものです。で、これ大きく2つに分けますとですね、癌遺伝子とか癌抑制遺伝子と呼ばれます。もう一度繰り返しますけど、癌遺伝子とか癌抑制遺伝子の多くは体細胞変異ですね。稀にさっきの親から引き継ぐ胚細胞変異もありますが、まずは体細胞変異だと考えてください。で、最初にご説明しました DNA、メッセンジャー RNA、タンパクというこの流れを覚えていただきたいというふうに言いましたけれども、それがもう一声に出てきましたね。正常の細胞ではですね、正常の DNA から正常のメッセンジャー RNA が作られて、正常のタンパク質が作られます。まあ、正常の細胞ではですね、アクセル、細胞が増殖するのと、増殖しすぎたらブレーキをかけるっていう、これが非常にバランスが取れているのが正常の細胞です。で、この正常の細胞にですね、生まれた後に遺伝子異常が起こるのが体細胞変異ですが、そうすると異常な DNA から異常なメッセンジャー RNA が作られて、異常なタンパク質が作られるわけですね。そうすると、がん細胞はどちらかというと、このアクセル全開、どんどん分裂して増殖していって、ブレーキが効かないような状況になっています。で、正常細胞とがん細胞をいろいろ比較して研究した結果、この増殖に関係するアクセルに関係するような遺伝子がいくつか見つかってまいりましてね。で、このことをがん遺伝子というふうに名付けました。これはがん細胞で増強しているような遺伝子です。
一方ですね、このブレーキが効かなくなる。本来は、がんを抑制しないといけないんだけども、がん細胞でしばしば減弱しているような遺伝子も見つかってまいりました。これをがん抑制遺伝子、がんで減弱している遺伝子、この2種類が、いろいろな研究から分かってきたわけですね。バスで例えますと、がん遺伝子っていうのは、がんを増殖させる、がん化させるような遺伝子であるということ。それから、がん抑制遺伝子っていうのは、がんの増殖を抑えるようなブレーキに働く、そういった遺伝子であるということであります。で、そこまで分かったところで、がんの治療に、抗がん剤の治療にですね、最近、分子標的薬剤という抗がん剤が多く開発されてます。これは2000年代から開発がどんどん進んでですね、現在この分子標的薬剤には50種類ぐらいあります。この20年間で50種類ぐらい承認されたんですね。で、従来の抗がん剤も現在は使われているんですが、分子標的薬剤の大きな違いはですね、さっき私が説明しました、正常細胞との比較において、がん細胞に特異的に変化している分子、いわゆるがん遺伝子とかがん抑制遺伝子と言っていいと思うんですけど、それが見つかってきたので、その遺伝子そのものをやっつけてやろうという、そういうお薬なわけですね。で、こういうがん遺伝子などはですね、がんの発生増殖転移に密接に関係していて、例えばがん遺伝子はがん細胞で増強しているわけですので、これを阻害してやろうというようなことになりますし、がん抑制遺伝子であればですね、がん細胞で減弱しているので、それを補ってやらないといけない遺伝子導入ということになるわけですけども、先ほど私がご説明しました、現在私たちが使えるですね、分子標的薬のほとんどは、がん遺伝子を阻害する、がん遺伝子の力を抑える、そういう薬剤であるということを覚えておいてください。例えばどんなことがあるかということですけれども、こういうですね、がん遺伝子そのものを阻害するようなお薬が出てきて、そうするとですね、どんなことが分かってきたかっていうと、このがん遺伝子にある変異、遺伝子異常って言いましたね、変異、遺伝子がここが変わってるっていうことによってですね、その分子標的薬の効果が変わるっていう例がどんどん出てきたんですね。それを3つぐらいお話をします。例えば EGFR 阻害剤です。繰り返しますけど、これはがん遺伝子で、体細胞変異ですので、親から遺伝するものじゃありませんよ。がん患者さんに独特の変化ですけど、例えばここに肺がんがございますね。肺がんの組織を取ってきて、この EGFR という遺伝子にですね、変異、遺伝子異常はないかなっていうふうに、調べます。そして、エクソン19、エクソン21という特定のところに、体細胞変異ですね、親から受け継げられない、その人特徴的な、その人のがん特徴的な変異がある場合があるんですね。肺がんの全体の20から30%。まあ、若い女性とか、タバコ吸ってなくて、アジア人で肺がんの方に比較的多いと言われてるんですけど、そういう方にはですね、この EGFR 阻害剤という分子標的薬剤が非常に効くということが分かってきて、逆にこういう EGFR に異常がない肺がんには、あんまり効かないという、この差が激しいということが分かってきたんですね。で、まあ、これが走りだと思いますけれども、じゃあ肺がんを治療するときに、まず、そのがん細胞を取ってきて EGFR 変異を埋めましょうと。で、EGFR 変異がある肺がんの患者さんには、この EGFR 阻害剤を使いましょう。そうでない患者さんには、これは使わないよっていう、まあ、そういうふうなお薬の使い分けをしだしたんです。同じようなことがあります。やはり肺がんでですね、見かけ同じような肺がんに見えても、今度は歩くという遺伝子を見ました。これはですね、第2番染色体の、あるところがですね、普通よりも逆位って言って、一部切れて逆側にくっつくことによって、この歩く融合遺伝子っていうのが出てくるんですね。これがん遺伝子なんです。がんに特徴的な遺伝子で、正常細胞にはない変化なんですね。で、これは、肺がんでは少ないですけど、1から 2% にこういう方がいらっしゃいます。
で、これにはですね、このアルプ阻害剤がものすごくよく効く。で、こういう変化がない人にはアルプ阻害剤には全然効かないと。まあ、こういうふうに分子標的薬はですね、しばしば遺伝子の異常によって効くか効かないかが、極端に分かれるということが分かってまいりました。なので、ALK、EML 遺伝子転座というのは、この ALK 融合遺伝子があるかないかということですけど、これがある肺がんの患者さんには、ALK 阻害剤が効くよということであります。肺がんから離れてもありますよ。例えば、慢性骨髄性白血病に非常に特徴的な遺伝子の変化があります。これは医学生とかが試験問題出てくるような、非常に有名な変化なんですけどね。慢性骨髄性白血病という血液の病気があります。そのがん細胞を取っていきますと、9番染色体のある部分と22番染色体のある部分がですね、切れてくっついて正常では見られないような BCR-ABL とですね、それぞれの遺伝子に乗ってる遺伝子がくっついて、半分 BCR、半分 ABL というね、こういうキメラっていう変な遺伝子ができるわけですね。変な遺伝子ができると、変なメッセンジャー RNA になって変なタンパクになるっていう。先ほど言いましたね。で、変なタンパクを BCR-ABL キメラタンパク質っていうのが知られているんですけども、こういうものを持ってるですね、白血病には BCR-ABL 阻害剤が効くということが分かってまいりました。なので、白血病の中でですね、この BCR-ABL の検査をして、特に慢性骨髄性白血病に多いんですけれども、これが陽性であった場合は BCR-ABL 阻害剤が効くという。いいですか？まとめますと、がんの抗がん剤の中に分子標的薬剤が出てきた。で、それは、がんの遺伝子ですね、の異常に対するお薬なんですけど、さらに言えば、そのがんの遺伝子異常に従って使われる、そういう局面が増えてきたんですね。そうしますとですね、今、肺がんの治療どんなことをしているかっていうと、肺がんのがん細胞ですね。これはもともと、親から引き継いだ遺伝子の変化はありませんので、体細胞変異ですので、正常細胞だったんですが、まあ、タバコを吸ったりですね、いろんな刺激によって正常細胞ががん化する。だけど EGFR がやられて肺がんになるものも、ALK がやられて ALK が転座して肺がんになるものも、RET がやられて肺がんになるものがあるわけですね。見た目同じ肺がんだけど、どの遺伝子がやられて肺がんになっているということで、それぞれ調べてそれが分かったら、EGF 変異がある場合は EGF 阻害剤。ALK 転座がある場合は ALK の阻害剤。RET の転座がある場合は RET 阻害剤と。こういうふうに治療をですね、遺伝子の異常の形によってですね、振り分ける、区別するという、そういう治療が行われています。で、肺がんではですね、肺がんで、例えば残念ながら、肝臓に転移があるとか、他の部位ですね、別の肺に転移があるとか、まあ、そういった遠隔転移がある患者さんは全身の抗がん剤治療になるわけです。その最初の時からこういうふうな遺伝子異常を見つけてですね、対応するお薬を、もし遺伝子異常があれば投与するということになります。で、後でまた説明しますけどね、こういう個々の遺伝子を調べてですね、これが陽性であったら必ず承認されているお薬がある、こういう流れはですね、この個々の遺伝子を調べる検査をコンパニオン診断薬と言いまして、コンパニオン診断薬で遺伝子の異常を、この個々の一つの特徴的な遺伝子変異を見つけた場合は、陽性だったら必ず承認薬があるということになります。で、これは比較的進行がんの治療の最初に検査をいたします。後でお話しします、がんゲノム医療の遺伝子パネルっていうのは、実はこういうふうにですね、陽性だったら必ず承認薬があるものだけではなくてですね、承認薬がないものも含めて、100から500個の遺伝子を一度に見てしまおうというものであります。その区別をまたお話をいたしますね。で、今までお話ししたのは、がん細胞を取ってきて遺伝子異常に従って使えるお薬が増えてきたということをご理解いただきたいと思います。そうすると、今まではですね、肺がんな肺がん、乳がんな乳がんということで、
一緒くたに従来型の抗がん剤治療をしてたんですが、遺伝子の検査をすることによってですね、あ、この人は遺伝子異常があるので、分子標的薬剤を先に使いましょう。で、他の人は遺伝子の異常がないので、今まで通り従来の抗がん剤を使いましょう。こういうふうにですね、効果がある患者さんを遺伝子異常、バイオマーカーとも言いますが、用いて選ぶような時代になってきました。ここ10年ぐらいですね。で、これを個人個人のがんの特徴に従って治療するということで、個別化治療と言ったりします。で、これが進んでくるとですね、治療選択がより効果的、効率的になって、治療成績の向上や、無駄な抗がん剤を使わなくていいので、費用対効果も増してくると、こういうことになっております。で、この個別化医療はですね、よく洋服屋さんに行くと、体の寸法を測ってですね、その人に似合った服をですね、オーダーメイドする、テーラーメイドするということを言いますので、以前はこの個別化医療をですね、オーダーメイド治療、テーラーメイド治療というふうに呼んでいました。で、そのことはですね、この遺伝子の変異、異常に従って、分子標的薬剤が決まるよという話です。乳がんとか胃がんにおいハーツーの増殖が見られれば、ハーツーの阻害剤を使いましょう。先ほど説明しました EGFR の変異があったら、EGFR 阻害剤を使いましょう。先ほど説明しました ALK の遺伝子に転座があったら、ALK を、阻害剤を使いましょう。で、これらはね、ほとんどは体細胞変異です。親から引き継がないものですけど、ここに一つだけ肺細胞変異が書いてますね。先ほど示しましたエッジボック症候群ですね。遺伝性の乳がん卵巣がん症候群。これは親から引き継がれる変異でありますが、まあ、この肺細胞変異、ブラカの変異があった場合は、パープ阻害剤を使う。まあ、こういうふうに1対1対応なわけですね。さあ、前段が長いですけれども、これを踏まえて、がんゲノム医療の話をしたいと思います。このようにですね、ある種のがんに関しましては、ある特定の遺伝子の変異があれば、使う分子標的薬剤が決まると。こういうようなことが、ここ数年、どんどん分かってきたわけですけども、まあ、10年ぐらい前はですね、この遺伝子 A の異常をじゃあ調べてみましょうっていうと、この一つしか調べられなかったんですね。そして、その一つの遺伝子の異常を調べるのはどのぐらいかかるかっていうと、2週間かかるということであります。でも先ほど言いましたように、肺がんでですね、EGFR を見てみたい、ALK も見てみたいということになると、複数の遺伝子をいくつか見たいということはあってですね、だけど複数の遺伝子を検査するのに一つが2週間ずつかかったら、とてもそれを踏まえてですね、がん治療を行おうということは難しかったわけです。でもそれが変わってきたということです。これをですね、プレシーションメディスン、精密医療と言います。言葉を訳しますとですね、最新の検査法で遺伝子異常を網羅的っていうのは一度に100個から500個、一度に解析して、その情報を治療に役立てるという、こういった医療ですね、プレシーションメディスン、精密医療と言います。これはですね、患者個人ごとの違いを考慮した予防法や治療法と言われてますが、がんの分野だけではないんですね。こういった概念は、がん、アルツハイマー、感染症、多くの分野で期待されています。これは2015年にですね、米国のオバマ大統領が、お正月明けの一般教書演説というところで、米国の予算をいかに使うかというところで、このプレシーションメディスンっていうのを、初めて国民に伝えたということが知られています。これからこのプレシーメディスンの時代だよ。DNA 螺旋の模型がありますけどね。で、アメリカとしてはそこに250億円の研究資金を費やしますよ。まあ、こういうことを述べたということであります。で、がんの分野でこのプレシーメディスンというと、この新しい検査法、次世代シーケンサーの登場によって、実現がされたということであります。次世代シーケンサーという、こういうまあ機械がありまして、これがですね、がんの腫瘍サンプルがあれば、100個から500個のがんの遺伝子の変異、異常をですね、
一度に解析できる、まあ、そういうふうな、まあ、検査方法なわけです。今までは1個見るのに2週間かかってたのに、100から500個がですね、1ヶ月内に見つかるよと、まあ、そういうことが現実になってました。まあ、別の分野で例えたら、スーパーコンピューターみたいなものですね。いわゆる解析のスピードが非常に高いということであります。じゃあ、そうは言っても遺伝子って1億個ぐらいあるんじゃないの？調べるの大変じゃないの？っていうことですけど、じゃあ何個ぐらいの遺伝子を一度に調べたら、がんの患者さんには、まあ、恩恵があるかということですけども、まあ、そのことを話す上で、まあ、大事なのがですね、実は人のゲノム、遺伝子の状況っていうのは、全部解析されてるっていうことであります。本当かっていうことですが、実はですね、2003年にですね、一応人ゲノムプロジェクトという世界的なプロジェクトがありまして、人の全遺伝子っていうのは一応解読されたんです。ただですね、言い方を変えれば解読っていうのは最初に示しました塩基の配列ですね。アデニン、グアニン、シトシン、チミンというそういう配列だけは解析をされたってことです。まあそこからですね、翻訳されるタンパク質の機能までは全部解析されてないんですけど、配列だけは実は人は知ってるんですね、人の遺伝子。そうすると、人の全遺伝子っていうのはだいたい2万5000個ぐらいあってですね、そこでがんに関係するような遺伝子って500ぐらいだそうです。さらに、がんの治療法に関係するのは現在わかっているもので100遺伝子ぐらいだということなので、じゃあ、一度に100個から200個ぐらいの代表的ながん遺伝子に変異があるかどうか調べられれば治療法に役立つよということになりました。それがですね、遺伝子パネルであります。私が、昨年までいました国立がん研究センター中央病院で開発した NCC オンコパネルというのが、まあ、遺伝子パネルの一つでありますけれども、まあ、ここで調べられる遺伝子はですね、114の変異と、それから12の融合タンパクということで、126個ぐらい。今もうちょっと増えたかもしれませんが、ここに書いてある全部、英語で書いてるのが遺伝子の名前なんですね。で、この中にはですね、実は、さっき肺がんの例で示した EGFR という体細胞変異ですね。生まれた後に生じる変化もあって、これは、コンパニオン診断薬として、これだけを調べて、もう承認されているお薬も決まっているようなもの、歩くもそうですね。そういったものも載っていればですね、実はここに書いてあるいろんな遺伝子はですね、そこに遺伝子異常があってもですね、対応する薬剤がまだ承認されないものも載っていると。ここが、まあ一つ問題といえば問題なんですね。それから、ここに先ほどから説明している BRCA1、BRCA2 という、ほとんどは体細胞変異で親から引き継がれないものですけども、親から引き継がれるような遺伝性腫瘍の原因遺伝子も載っていると。要は、いろいろな遺伝子をですね、たくさん一度に見るよということが、まあ、特徴であるわけです。で、これが実際のがん治療で保険で使うようになりましたよっていうのが、2018年の12月に承認されて、実際に使われるようになったのは2019年ですから、こういった遺伝子パネルが使えるようになって1年以上経ってきたということであります。で、どのように使うかと言いますとですね、進行がんの治療で標準的な治療を行っても増悪したがん患者さんが現在の対象であります。ここにがん患者さんが座ってドクターがいますが、あなたにはいろいろなですね、抗がん剤治療をしてきたんだけども、なかなか効果が出てくるものが少なくなってまいりました。であなたには、手術時のがん細胞が残っています。あるいは追加で取れば、あなたのがん細胞は取ってくれます。で、100から500個ぐらいの遺伝子異常を調べて、そこでもし、何か使える遺伝子異常に対応する薬剤があれば、それが臨床試験であったり、まだ承認をされてなくても、その使用、お薬を使える可能性が広がりますよ。で、そういう説明をして、結果を患者さんに伝えてですね、がん医療に、まあ、利用するというのが流れであります。で、特に治験などを使う場合があるんですけども、
BRCA、先ほどから説明している HBOC 症候群ですね、肺細胞変ですけども、親から引き継ぎ変異があれば、パープ阻害剤の治験がありますよ。これが効くことが推定されますよ。PIK3A というですね、3CA という PIK3CA という遺伝子が変異があれば、PI3 カイネスの阻害剤が効く可能性があります。BRAF が遺伝があれば、BRAF の阻害剤が効く可能性があります。こういうふうに、治験、臨床試験でも、こういう遺伝子異常を見つけることによって、自分が入ったが優位な治験が見つかったりするということもあります。ただですね、まあ、こういう遺伝子パネルをしてですね、どのぐらい成功率があるかということがだんだん分かってまいりました。まあ、これは承認前のですね、国立がんセンターでやった研究なんですが、遺伝子パネルを行った人の中で、実際その遺伝子異常が見つかりますね。その遺伝子異常に合った治療薬が投与された人は、何パーセントぐらいですかということです。まあ、この試験によりますと、全体が187例のうちの25例で 13.4% ぐらいが、まあその遺伝子異常に見合った治療薬が選ばれて投与まで至ったということですね。で、全体の大体 10% ぐらいであるということ。さらに言えば、この人たちは全て効果があるわけではないんですね。で、どんな人がこういう遺伝子異常に合った治療薬が投与されたかっていうのを見ますと、まあ、多くは治験薬ですね。未承認の臨床試験に入っている。あるいは、他の癌では承認されているけれども、まあ、遺伝子パネルを受けた患者さんの癌では承認されていない。適用外傷と言いますね。これは通常自由診療になりますけど、そういった方。で、承認薬が見つかっているっていうのは意外と少ないんですね。だから、遺伝子パネル検査っていうのは、遺伝子異常が見つかる人は 10% ぐらいで、その先はですね、未承認であることが多いということです。そういった場合はですね、通常、まあ、治験に入ったり、自由診療になったりするので、基本的にはですね、この遺伝子パネルを受け前に、標準治療に効果がないけれども、抗がん剤治療が投与可能な体力があって、肝機能、腎機能、心機能などの主要臓器機能が保たれている方ですね、まあ、こういう方が遺伝子パネル検査の対象になるということであります。で、私が経験した中でも、いくつか、まあ、直行した人もいます。上の方は論文にしましたけれども、ある卵巣がんの患者さんですけれども、標準治療を終えてですね、もうちょっと気候患者がないんだけど、本人はすごく元気だったということですね。で、遺伝子パネルをすると、AKT という変異があって、AKT 阻害剤の治験に入りますと、肺転移が非常に縮小した。あるいは下側の方ですけども、乳がんの方で、これも長い治療をして、どうも効く治療がなくなってきた。まあそういう時にですね、この遺伝子パネル検査をして、BRAF という遺伝子の異常が見つかったわけですね。これは、メラノーマですね、悪性黒色腫とか大腸がんなどでよく見られる変異なんですけど、乳がんには適用がなかったんですけども、BRAF 阻害剤を適用外しようですね、自費投与をいたしたところをよく聞いた。まあ、こういう例も出てくるということであります。なので、遺伝子パネル検査っていうのはですね、大体検査をすると 50% ぐらいで遺伝子異常は見つかりますが、まあ 10% ぐらいだけで、その遺伝子異常に対応したマッチした治療薬が投与されるんだと。で、さらにこの中で効果が得られるということなので、全体から見ますと、やはりこの遺伝子パネルの恩恵を受けられる人は現在、5% ぐらいかなというふうに思います。で、一方で問題点もあって、3% の人はですね、先ほど BRCA が遺伝子パネルに載ってましたから、家族性腫瘍が、まあ、見つかってしまう場合もあります。で、家族性腫瘍の検査っていうのは、ピンポイントにですね、BRCA を測る場合は、そのことをよく説明して、そして患者さんに同意を得て見つけるわけですけども、ああいうふうに100個から500個の遺伝子を網羅的に見て、まあ、たまたま遺伝子腫瘍であるっていうことが分かった場合はですね、本人の治療だけじゃなくて、親から引き継がれるような遺伝子なわけですから、家族、血縁者ですね、親、あるいは子供さんにも、その遺伝子異常が引き継がれていく可能性があります。
なので、ご本人の治療として役立てるためにやった検査ではありますけれども、家族、血縁者のですね、がん予防とか、早期発見などにも関わってきます。また、こういう遺伝子の異常があるということを知らせてしまいますとですね、まだ発症してなくても異様に精神的にダメージを受けたり、あってはならないことですけれども、遺伝子差別などの問題もありますので、こう遺伝子外来でですね、こういうケアが必要になってくるということであります。さて、遺伝子パネル検査っていうのはいつ行うのがいいかということですけれども、繰り返し説明してますように、現在の遺伝子パネル検査の行う時期、保険承認はですね、それぞれのがんの標準治療が終了した後になります。で、この遺伝子パネル検査という意味は、100個から500個の多くの遺伝子を一度に調べるという意味の遺伝子パネル検査であります。で、先ほどご説明した EGFR だけを見てみよう、歩くだけを見てみよう、そして異常があったらもう承認薬あるよというのは、通常コンパニオン検査というんですけども、このコンパニオン検査診断薬っていうのは、進行がんに対する早い段階で用いることもあるということであります。現在はこういうふうに使う時期が異なっているということであります。じゃあ今後ですね、この遺伝子パネル検査、がんゲノム医療はどのように発展しているかというと、一つは、こうやって個々のがんの患者さんの遺伝子情報っていうのが集まってきますと、これはがんゲノム情報管理センターといって、国立がんセンターにある、そういったシステムですけどね、こういった遺伝子パネル検査をした患者さんの遺伝子情報をどんどん蓄積していくんですね。そしてそういった患者さんがどんな治療をしたら効いたかっていう情報も蓄積していきますと、これが今流行りの AI じゃないですけども、こういう遺伝子があればこういう治療っていうふうなパターン化ができていくわけですね。こういうデータベースは新規の治療法の開発や、新しいゲノム医療の非常に突破口になっていくと思います。さらに最近、これは今年適用されたんですけども、がん細胞がない患者さんもいるんですね。手術検体もないし、取りにくい患者さん。でもですね、血液を調べていくと、がんの患者さんは、この腫瘍からですね、血液に非常にミクロで微小にこぼれ落ちているがん細胞があるそうです。で、これを抽出して遺伝子パネルにかけることがだんだん可能になってきます。で、これをリキッドバイオプシーっていうんですけども、血液中にこぼれ落ちた微小ながんを利用して遺伝子パネルにかける。これだとですね、手術の検体がない患者さんでも血液を用いることで遺伝子パネル検査が受けれるということになってまいります。将来はですね、血液をいろんなところで取ることによって遺伝子パネル検査で多くの遺伝子の遺伝子異常を掲示的に見ていくことができるようになります。そうすると、同じ肺がん患者さんでも乳がん患者さんでもですね、新たに遺伝子異常ができたり、異常だったところが治っていたり、その時その時の遺伝子の変化を捉えながら治療するという、まだこれは現実ではうまくいってませんけれども、こういう時代も来るのではないでしょうか。一方でですね、このゲノム医療っていうのはまだ生まれ出した、進み出したばかりなんですけども、今日は話したようなこのゲノム医療の非常に期待される部分とは別にですね、インターネットなんかを引くとですね、いろいろ、正しくない情報も含めて情報が溢れていますね。で、このことで、がんの患者さんは、ゲノムという遺伝子のワードで変な治療法に引っかかったり、トラブルが相次ぐことがあります。で、がんに関係している3学会があるんですね。日本臨床小学会、日本がん学会、日本がん治療学会というところがあって、産学会ゲノムタスクフォースという組織を作っています。私はそこの取りまとめをしているんですが、どうにか、がんの患者さんに正しいがんのゲノムの情報を伝えたいということで、例えば産学会のホームページで示したり、よくわかるがんゲノム医療という書籍を作ったり、本日もそうですけれども、こういう市民に対する公開講座を開いたり、こういう取り組みをしています。で、これが本なんですね。よくわかるがんゲノム医療という本ですけれども、今日このウェブでですね、授業に参加された方はですね、キャンサーネットジャパンの方にご連絡をいただければ、一口について一冊、この本をですね、進呈することができますので、
ぜひご連絡いただきたいと思います。この本産学会で作ったんですけれども、まあ、ここに編集などが書いてあります。特徴はですね、一回かなり偉い先生に書いてもらったんですけど、なかなか難しい書き方が多かったみたいで、一般のですね、患者さん、いわゆる患者会にですね、これわかりますかって構成してもらって、非常にわかりやすい文面で書いてやります。で、QA 方式になってまして、こういう感じでですね、がんの遺伝子パネルはどこに行けば受けられますかとかですね、さっき言ったどのぐらい成功しますかとかですね、そういったことをですね、この QA 方式で示した本であります。またですね、インターネットの社会ですので、この3つの学会のホームページに行くと、がんゲノムネットというところがありますので、そこを開きますと、先ほどの書籍の情報やですね、動画などもアップしてますので、ぜひそれを利用していただければと思います。以上です。田村先生、非常に分かりやすいご解説ありがとうございました。ちょっと時間が押してしまっておりますが、ちょっと事前に質問いくつかいただいておりますので、簡単にご回答いただければと思います。まず一つ目の質問になります。遺伝子解析が行われた後の治療法は自由診療になる可能性もあると聞きました。可能性はどれほどでしょうかということで、こちらご講演の中にもございましたが、簡単に再度ご説明いただけますでしょうか。はい。現在の状況では、まず遺伝子パネルを受けた方の 10% 程度がですね、治療薬に結びつくと。その 10% の中の、さらに3分の1ぐらいの方ですね、全体から言うと 3% 程度の方は、自由診療ですね、適用外使用と言われる形でお薬の治療を受ける場合がございます。これは施設にもよりますけれども、自費でのですね、投薬になる可能性があると思います。先生、ちなみに、まあ、時間もしてるんですが、大体その自由診療となると、患者さんの費用負担はどれぐらいなんでしょうか。お薬にもよりますね。あ、はい、で、ただですね、高額接種薬は結構高いものもあります。ただ、高額医療用制度とか、いろいろなものも使われるわけですけども、やはりお薬の種類にもなります。なので、いくらというのは言えないんですけれども、まあ、比較的高い金額を用いないといけない場合もあります。そうですね。まあ、なので、そのあたりも含めて、まあ、主治医の先生に、まあ、再度、そうですね。もちろん使う前によく相談しましょう。はい、ありがとうございます。では、もう一つだけ、伺いたいと思います。現状では、ゲノム検査をしても適切な治療薬が見つからないことが多いと思います。医師主導治験でその部分を埋めていくことは可能でしょうか。まあ、製薬会社ではなかなか取り組むことが難しい部分もあるように思っておりますが、いかがでしょうかというご質問です、はい。これはかなり専門的なご質問だと思いますけれども、確かに製薬会社っていうのは、まあ、儲けのこともありますので、非常に少ない頻度のですね、遺伝子異常に対する治験っていうのはしてこないということがあります。で、国内の取り組みとしましてはですね、国立がん研究センター中央病院の方で、申し出療養制度、受け皿試験とも言いますが、そういうことが行われています。これはですね、いくつかの製薬メーカーがですね、自社のお薬を提供して、医師指導治験をサポートするものであります。で、実際にはですね、今この申し出療養制度で、10から15試験ぐらい動いていると思いますが、そこに入ってきている、これは医師主導治験なんですけどね、そういったものであればですね、それを遺伝子パネル検査の異常が見つかった後で、そこにマッチしていれば使うことができます。で、これがまあ、医師主導治験としての取り組みで現在行われているものだと思うんですね。はい、ありがとうございます。まあ、お時間になりましたので、最後にですね、先生にご視聴いただいている皆様にメッセージをいただきたいと思います。はい、今日はがんゲノム医療の話をしました。まあ、難しい側面もあるかと思いますけれども、このがんゲノム医療というのは始まったばかりですね。今後どんどん、この恩恵を受けられる人も増えてくるかもしれませんね。で、大切なことは、多くの間違った情報に振り回されずにですね、いわゆるそのがんの
拠点病院とか連携病院と言われるような病院の情報をきちっと得てですね、そして先生の言うことをよく聞いて、自分はこれが必要かどうかということを判断していただければと思います。以上です。はい。今日はお忙しい中ありがとうございました。それでは以上をもちまして、がんゲノムのセッションを終了させていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。